SBS ラジオ秀と紀藤のフットーク、秀ショナルタイム。さあ、秀ショナルタイムですけども、はい、今までちょっと私がね感じたことをここで話していたわけですが、はい、皆さんからの結構質問だったり疑問などがね多く寄せられてたんです。ということで、今回ちょっとね2通読ませていただきたいんですけども、はい、まずはこちら、顔なしグミベアです。いつもありがとうございます。僕もずっとモヤモヤしているのは e スポーツについてなんです、うん、僕はやはり全身全霊をかけて毎日鍛え、食事制限をして競技に挑むこと、それがアスリートたちに対して、コントローラーを握り、反射神経と指先の正確なコマンド入力だけで体全体を使うアスリートと同等に名乗るのはどうかと思うのですが、ヒデさんはどう思いますかということで、まあ、本当に e スポーツの人口、文化、あと、まあ、企業のですね、まあ、参加というのはすごく増えてますよね。まあ、スポーツってついてるから、ん?って思う方もいるかもしれませんけども、例えばですよ、指先だけでっていうくくりにすると、アーチェリーとか、例えば射撃、もうこれも指先だけといえば指先だけじゃないですか。もちろん、トレーニングが積みますけども、でそう考えると、どうかなって、まず一つこれを定義しておいて、でスポーツの語源っていうのを調べたんですよ、はい、これね、ラテン語の運ぶ、運び去るが由来なんですって。でここから気分転換をする、気晴らしという意味に変化を遂げたのがスポーツなんです。だからこう、なんかこう戦いとか、はい、そういったものではなく、うんうん、本当に気晴らし、気分転換ですか、まあ、楽しむ、まあ、まあ、余暇みたいなことだったんですって。となるとですよ、まあ大まかに言うとゲームイコールスポーツという捉え方もされてしまうのかなってなると、この e スポーツっていうのはもう100-0でスポーツじゃないとは言い切れるのかっていう一つあるんです。でこれね、五輪競技になるっていう噂もありますけども、まあオリンピック委員会はちゃんと、それは時期尚早すぎると、それはちょっと早すぎると、でただ来年 e スポーツオリンピックっていうのが開催がもうこう決定されてるんだそうですね。でオリンピックはこうやっぱり商業的にも、もうビジネス的にも、もうこのツールとしてもエンタメ的にももう大成功を収めてますから、うん、そこにまあそのゲーム性のあるものを入れたら、さらにこうね期待しているこう市場というものがあるから、どうしてもこのオリンピックっていうネームを使うんでしょうけども、まあ新たなこのスポンサー獲得という意味では、うん、やっぱりこういったものが強くなっていくのかなって思う反面、まあもちろん首をかしげます。僕はもうサッカーやってきてる人間なので、じゃあサッカーゲームみたいなのがあるじゃないですか、あれをやるかって言ってやらないし、それと僕がやってきたサッカーを一緒にされるのも違うんじゃないかなとは正直思ってます、うん、ただ一昔前だとダンスとかスケボー、スノボー、サーフィン、これ五輪競技に入ると誰も思ってませんでしたよね。もちろんですね。ってなると、まあまたちょっと考えがどうなんだろうってブレちゃうところもあるんですけども、まあそこにまあ e スポーツを入れてしまうと、要はゲームを入れると、今度じゃあ将棋、囲碁、麻雀とかも入れてっていいよねっていうことに広がると、まあいろんなことに派生していいのかなと思う反面、まあ他にもチェスとか、じゃあトランプはとか、じゃあルーレットはとか、まあ書道とかもそうですよ、入りますよね、はい、だからやっぱりそう考えると、これ僕オリンピック、パラリンピック、そしてゲームオリンピック、まあゲームリンピックとは言わないでしょうけど、こう分けて考えた方がなんかずっと楽しめるし、自分はここだったらいけるっていう競技人口も増えるから、チャンスも同時に、言いましたよね、パラリンピックがやっぱりこう機会を与えているという意味でも分けて良いのかなと僕は考えてはいますけど、もちろん今最初冒頭に申し上げたその射撃アーチェリーはゲームじゃないよっていう、もちろんやってる方は絶対思うでしょう。でもこう指先だけっていう判断ですよ。ただ僕5年ぐらい前に幕張メッセで
開かれる大きいゲームの大会のゲストで2年連続呼んでもらったんです。僕はやらないんですけど、ゲームは、うん、バイオハザードぐらいですから。でもね、彼らがやっぱこう勝つと感動して、あと泣い、負けて泣いたりしてるんですよ。で、なんかこう鍛えるためになんかこうね、なんか筋トレのマシンをやってると聞くと、あ、一概になんかこう否定するのも違うのかなって思うようにはなったんですよ。うんうん、まあでもそれをこうスポーツ、それもオリンピック競技、パラリンピック競技ってなっちゃうとまた違うのかな、あるけども、いかがでしょうか、紀藤さん的には。うん、まあでも正直最初のヒデさんのこうオリンピックという言葉の、あとスポーツのね、語源のところがあって、まあ楽しむというよかった今言葉ありましたけど、例えばまあその取材とかね、高校にスポーツ部あって取材行ったりしましたけど、決してもちろん遊びでやってる子もいれば、本気でそれに熱中してて寝ずにコントロール握ったりとか、作戦を頭で立てたりして汗かいて時間を費やしてる子がいるってことは、私は別にこうあんまりもはやこだわらず、人間が一生懸命になってそれにまあ優劣をつける大会があるとしたら、まあそれは最後はやっぱり大きな大会に付随していって、人口を高めたりとか、そのメジャー度を高めたりとかっていうのでは逆に利用するじゃないですけど、はい、人口増やすのにはいいし、例えば足が遅い子からしたら、もしかしたらそれをチャンスなのかもしれないなっていうところで、うん、これまさに一つ言えるのは、そこでやってる人たちがこうチーム名があるんですよ、はい、実はそこのチームのサポーターって人たちがたくさんいるんですよね、うんうん、そう考えたらもうやってることはサッカー、野球、バレーバスケと一緒かなとは思いますけどね、うん、まあ今後どうなんでしょうかね、わからないですけども、うん、続いてこちら誠からいただきましたけども、はい、チーム名に継承、うん、その3をつけるのどう思いますか。ジュビロ磐田さん、清水エスパルスさん、市船さん、静学さん、うん、3は必要でしょうか。特に J リーグは、せっかく企業名を除いてそれぞれの愛称やニックネームで親しみを持てるようにしたはずなのに、うん、なんだか少し違和感を感じます。ただ一方、株式会社ジュビロさん、静岡新聞社さんは必要かとも思います。その線引きはどこにあると思われますか、紀藤さんにアナウンサー目線からもご意見を頂戴できればなっていうことなんですけども、まずどんな時のパターンなのかな。私そのじゃあ個人的な中川秀樹じゃなくてペナルティ秀としては、はい、こうさん付けしないと、まあその個人の問題なのになんかこうつけてないことによって、うん、上からだったりとかちょっと生意気に聞こえないかなっていうのがタレントとしてあって、うんうん、そこの一部のお前なんで上からっていう意見をちょっと消していかなきゃなっていう作業もするじゃないですか、はい、我々って。だそういった意味ではやっぱ僕もさん付けしてきてはいるんですよね。まあ、ちょっと柔和にするためですよね、会話をというかね、イメージというか。まあそもそもつけるんだったら清水エスパルスの乾隆さんでいいと思う、はい、そっちに個人の名称に3をつければよくて、うんうん、まあチーム名に本当に誠が言うようにつけるのはちょっと違和感あるかなとは思います、うん、ただ当事者が、清水エスパルスの選手が相手にそのまあね3付けする時があったりするじゃないですか、はい、特に監督は、うん、っていう時はまあ気持ちは分かると、そこはやっぱ、まあ、リスペクトなんじゃないかっていう思うんですよ、はい、でこう関係性でやっぱりこう3をつけるつけないもあるし、会話もありますしね。そうなんですよ。ただあえてつけないパターンもあると、相手をこうなんかこう敵対心を燃やすために、うんうん、威嚇するような、はい、エスパルスにはみたいな言い方をする時もあるから、うんうん、その演出としてもまあ考え方がそれぞれあるのかなと思うんです。まあ、ただ僕らはやっぱりこう一方につけたら一方にもつけるべきだと思ってて、うんうん、じゃあ続いてジュビロ磐田さん対清水エスパルスの試合よとは言わないでしょ、はい、だからもう磐田対清水っていう言い方するし、うん、ただ個人的なそのじゃあ秋葉さんと須藤さんって言い方するよね、まあ、監督って言い方もするけども、はい、ってなったらやっぱさん付けはするし、これが年齢関係なく僕なんか年下ですよ、うん、でもつけるのはやっぱ先ほど紀藤さんがおっしゃってたそこにリスペクトがあるんだったらいいんじゃないかなとは思います。ただ何でもかんでもさん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 つけるの、確かにね、まあ、言ってることは本当わかります、まあ、一番気持ち悪いのはもう中山きんにくんさん、サンプラザ中野くんさん、これいらない、もう
中山筋肉くんでいいです、はい、サンプラザ中野くんでいいです、うん、そこに3いらないですから、ね、3難しい、ね、でもまあ分かるんだよ。ちょっとあれと思うこの人 の気持ちも分かる。サンプラザ中野くんさんですっていう、うんうん、なんかでご本人がいらないって言ってましたもんね。そうそう、いらない、組んで終わってくださいって言ってちょっと気持ち悪いですっておっしゃったりしましたんで、うん、ただ どうですかアナウンサーとして。うん、まあだから合ってるか間違ってるかだと間違ってるでしょうね。まあ、名詞というかそのチーム名につけることは ね、うんうん、でも会話の中でのニュアンスでいくと間違ってないと思います。思いというか、そうだね、だから両方使えるんじゃないかなと。まあ、確かに本当そうですよね。まあでも気になるっていうのも分からなくて、分からないでもないよね。なるほどと思ったこの誠の意見は、うん、いや熱い、日本語に熱い方だなと思いますね。確かに、ね、誠が、誠さんが、あ俺ずっと誠って呼んでた。リスペクトで、リスペクトしてるから。はい、まあ、うこうやってね、はい、まあ嬉しいですね、当たってるかずれてるかわからないけども、うん、皆さんがちょっとこう感じてることも一緒にね、なんかこう解決できたらなと思っております。毎回かどうかわからないですけども、はい、なるべく答えたいと思いますので、どうぞ送っていただければな、はいはい、ぜひリスナータイムに質問でね送っていただきたいと思います。